A2V 席の大橋祐希、3戦連続ゴール。大橋また決めとるやん。3戦連発はすごい。しかも相手のリッチじゃん。ちゃんと海外で爆発してるな。大橋3試合連続か？えぐいな。ケビューから3試合連続はえぐい。なんかこの人毎試合点取ってない？始めたてのビカムアレジェンドかよ。ガスの化け物や。なんか大橋は J でも別格だったからこの活躍でも特に驚きはないな。町野も大橋も決めてるがベルマーレは負けており所用無常を感じる。ギガさえなんとかなればワンチャンプレミア行けんじゃね？